マジック・ザ・ギャザリング、たくさんのカードがあります。今日はその中で私が好きなカードを2枚ご紹介したいと思います。まずはこちら、天才のひらめき。天才のひらめきは青の X ドローのカードで、普段ならば自分がアドバンテージを稼ぐために使うカードですが、このカードが出た当時はそうは使えませんでした。そう、大量の無色マナーを使って対戦相手に X ドローを要求することで対戦相手のデッキをなくさせる、そうやって使うカードでした。つまり青の火力として使ったカードだということです。そしてもう一つ好きなカード、それがこちらです。真実を覆すもの。真実を覆すものは4マナ66飛行と非常に強力なクリーチャーですが、その代わり出た時に自分のデッキが全てなくなってしまいます。そういった大きなデメリットを持ったクリーチャーでもありますが、ただこのデメリットを使ってタッサの信託者による一撃必殺コンボというコンボでパイオニアで、このカードは一躍有名になりました。つまり何が言いたいかと言いますと、クリーチャーが持っているデメリットメリットは見たままではないということです。皆さんこんばんは。深夜の朝礼、吉弘校長です。というわけで、今日も京都で9月24日発売の最新セット、イニストラドン真夜中の狩りのね、新カードを話をしていこうと思います。で、今日はね、まず目玉のカードで言うと、ギサがやってきましたね。そう、ギサは、イニストラドを代表するその女ネクロマンサーみたいなキャラクターで、ただね、そう、プロポーションこそ綺麗なんだけど、顔よく見ると怪獣っぽいっていうので、なんかね、その顔面がね、好き嫌い分かれるところであるんだけど、今回収録されたギサはね、まあ美人だね。なんか笑顔が素敵で、なんかあの、過去の弱点をね、完全に克服してやってきた感があるから、まあ外見はね、すごくいいね。で、なんかそのゾンビたちにもね、めっちゃ慕われてて、まあとにかく幸せそう。で、このギサなんだけど、まあ4マナ44で、対戦相手がコントロールしてるクリーチャーが死ぬ場合、今追放されると。で、それに加えて俺のアップキープ開始に、まあこいつによって追放されたクリーチャーカードが、まあ、全部戦場に戻ってくるけど、まあ、フランを得てると。だから相手のクリーチャー殺して、まあ、こっちの戦力になるんだけど、まあ、1回動いたらもう死亡しちゃうから、そうね、なんかね、結構ね、悠長なんだよね。出た瞬間からする仕事がほぼないから、まあ、出てきて除去されて何もありませんでしたっていう、そのテンポロスがね、構築戦だと目立ちそうだから、使うんだったらね、まあ、これ出して除去打って、でそいつが帰ってくるっていうところまでやりたいけど、帰ってくるのもね、エンド時じゃないからね、俺のアップキープ開始っていうのですげえ調整されてんな。だからその帰ってきてもすぐには殴れないしっていうので、やばいねこれ除去して次のターン帰ってきて殴れるの次のターンだから、もう3ターン後にしかさ、その復活するクリーチャー機能しないから、相当調整はされてるけど、ただあのイラストの方はね、もうとにかくあのバフかかってるよね。そう、ちょ相当ね、このイラストはね、強みに設計されてるから、なんかあのドラフトブースターでちゃんとフォイルを当てたいみたいな、なんかそういうかつてねあった欲求みたいなのに駆られそうな外見こそはしてるよね。でなんかめっちゃゾンビに慕われてるよね。なんかめっちゃ楽しいボドゲ持ってきたからみんなでやろうぜみたいななんか俺はそれを感じたよ。でギサにはね、一応その弟がいるんですよね。そうギサ&ゲラルフっていうね、まあ、兄弟でそのイニストラードで、まあ、ネクロマンサーやってんだけど、そのギサとねゲラルフでその生み出すゾンビのね思考が違うんですよね。これ面白いところで、だからギサは、まあ、その自然にね、その死にたての死人を生き返らせてオーガニックなゾンビを作るっていうのを、まあ、主にやってるんだけど、ゲラルフはなんかいっぱいゾンビをあの合体させて君だけのオリジナルゾンビを作ろうみたいなので、なんかね生み出すゾンビがね全然違うのよ。だからギサは常にその22ゾンビっていう普通のサイズなんだけど、ゲラルフがね出すやつはね、なんか6級とかさ、なんか6級飛行とかさ、わけわかんないやつばっかなんで、なんかねそこがね結構この兄弟のね面白いところで、まあこいつら自体もねなんかデザインとして好きなんだけど、まあそいつらが出すゾンビとかもねちょっと今後期待したいですね。まあギサはね言うて22しか出てこないから、まあ面白み少ないんだけど、ゲラルフの方はね結構おもろいね。で次のカードがね、これ先に紹介するか。なんかねこれちょっとねなんか残念だったな。神髄の針が再録されたんだけど、なんか一番最初にさ、マローがさ、なんかいろんなフォーマットで使われてて、イラストがそう5枚目の再録が起きますっていう風に書いてあったんだけど、これ神髄の針だな。針はね、確かに言われてみればすげえいろんなフォーマットで使われてるから、もうそれこそだってパイオニア、モダン、レガシー、ヴィンテージは、まあ、ヴィンテージ知らないけど、まあね、本当に多くのフォーマットで使われてるので、まあ、その言葉にね、嘘偽りなく、で、イラストもね、まあ、その初代神側と、ラブニカと、あとあの、あれ、マスターピースと、あの、シークレットレイヤーっていうので、ちゃんと4個あったから、これにて5個目のイラストっていうことで、そのなんか期待されてた人気のその大会カードが再録っていうのはね、神髄の針で落ち着いちゃいましたね。まあ、ただこのカードまあまあ強いんだよね。まあ1マナで出てきてカード名1個指定して、そのカードの起動能力が使えないと。で、この起動能力がね、土地もいけるから、だからその、まあマナはね、止められないけど、そのフェッチとか止まるんで、だから相手によってはもうフェッチ切れない、マナ出せないっていうので、終わる試合とかもね、まあ相手がエスパーだったらあるからね、そうエスパーってそのカラーのことじゃなくてね、超能力者だったら、お前あの沸騰する証拠持ってるよみたいな当ててくるやつ時々いるので、もう俺それね、何回かやられたことあるんだよね。
っていうので、まあ1マナのアーティファクトなんだけど、本当にね、うんぷてんぷでモダンで突然ね、そのままゲーム終わったりすることもあるから、結構強いカードなんだよね。まあ起動能力止めるっていうのもね、悪くないから、まあ、ただただ強いカードっていうことで、まあ、ちょっとスタンダードにね、面白い調整を入れるっていうことで、まあ、神髄の針がやってきましたと。で、次のカードで、次のレアカードがね、ザ・セレスティウス。3マナの伝説のアーティファクトで、なんか今回なんかここで祭りみたいなのがやってるっぽくて、まあ、俺の勝手な想像だけど、なんか人間の聖域みたいなイメージがあるような。そう、ここには何人たりとも、そのなんか人間じゃないものは来れないみたいなので、なんか守られてる感あるところで、なんか壮大な感じがあってね、好きなんだけど、マナファクトなんだよね。そう、なんかあのやってることは結構ミニチックで、まあ、3マナで、もしその夜でも昼でもなかったら、まあ、昼になると。昼開始と。で、タップで好きな色が出せると。で、3マナタップで、夜だったら昼にすると。で、昼だったら夜にすると。その代わり、ソーサリータイミングでしか使えないと。人間にとってさ、夜になりたいことってあるの？なんかあのね、このカードさ、なんかその、人間以外にもアドバンテージを与えてるカードだから、まあ別にそのカードゲームのカードだから、まあそういう一面もあると思うけど、ちょっとね、夜にさせるのはね、結構謎だったな。で、それに加えて、Whenever day become night or night become day、その夜が昼になったり、昼が夜になったら1点回復すると。で、さらにカードを1枚引いて、カードを1枚捨てるっていう、まあ、ルーティングもできると。てか、伝説のマナーアーティファクトか。マナーアーティファクト伝説超使いづらいな。うわ、このカードもな、デッキにどうやって入れたらいいんだよ。だってこんなんさ、もし使うとなったら複数枚入れたいじゃん。で、複数枚入れたら片方腐るわけじゃん。これはね、調整されたなっていう感じがすごいな。で、次のカード。で、次のカードもね、レアのカードで、まず黒から紹介するか。なんか変身する、これなんだろうな。なんか結構ね、ミステリアスな、なんかたたられた女性の狼男で、3マナ33で5砲でハンド1枚切らなきゃいけないと。だからまあ3マナ33でもう除去しようもんだったら、まあとりあえずまあアドサが生まれると。で、それに加えて、こいつがエンターザバトルフィールドがアタックするたんびに、墓地のカードを追放して、それがクリーチャーだったら1点ドレイン。もう強いね。おお、すごい。動いたらまあドレインが始まると。で、さらにその変身持ってて、で、変身するとどうなるのこいつ。変身すると44になって、まあ、5砲は据え置きで、ドレインも据え置き。エンターザ、あ、なるほどね。あ、2枚追放できんのか。はあ、はあははあ。あー、なるほど。おー、だから墓地食える量も増えるし、まあ、サイズも上がるしっていうので、これ、いいね。その5砲でカード1枚捨てるはね、かなりいいよね。なんか変にさ、呪文とか持ってるよりも、その5砲のせいで後々相手がさ、なんか状況に困って、なんか負けましたみたいなね。そういうのにもつながりそうなんで、俺どっちかっていうとね、呪文持ってるよりかは5砲でハンド1枚綺麗の方がゲームとしては面白そうだから、このカードいいんじゃないかな。そう、そしてね、こういうミステリアスな女性になんかあの人生をね、なんかあの左右されたいみたいな思う男性の方きっと多いはずなんで、そういう方はね、まあ、このマジックを使ってね、楽しんでみてください。で、次のレアのカード、で、次のレアのカードは青のカードで、これか、スライムのやつ。ね、5マナ55でこいつが戦場出るかアタックするたびに、今回このタイタン的さ、誘発多いのな。出るだけでもいいし、アタックするだけでもいいと。で、まあ、アタックが、その、出たら、スライムカウンターをターゲットクリーチャーに乗っけられると。で、ホラー以外の、そのスライムカウンターが乗ってるクリーチャーは、能力全部失って22になると。はぁ。え、すごいね。え、待って待って、これ強くない？普通にさ、まあ、5マナ55じゃん。で、もう動き出したら、戦場のクリーチャー全部22のさ、これ待って、王子再来みたいなんだけど、やばい、鹿の恐怖がなんか、スライム22になってやってきたぞ。だって、能力全部失って22でしょ。え、待って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 。これ、神話レアとかじゃなくてよかった、レアか。これを初動でなんか揃えよっかな。なんか多分さ、こんなんなんかあんま見向きもされてないと思うけど、俺はね、これ初動で乗っかるぞ。というわけで、謎のスライムモンスターでした。やばい。動き出したらもう、王子再来じゃん。で、次のカード。で、次のレアのカードは、緑の、すごいね、シンボル。え、これ何シンボル？詳しいんか。詳しい無色1マナで、もうこれだったらさ、5個緑でいいような。まあ、5マナか。5マナのエンチャントで、アンナチュラルグロース。アットザビギニングオブイーチコンバット。戦闘のたんびに、クリーチャーのパワータフネスが倍になると。え、全部？待って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 。え、俺のクリーチャー全部が倍？あー、でも待って、なんかうまいことされてんな。全体倍ってさ、めっちゃ強そうに見えるけど、そんなさ、全体に横いっぱい並んでるみたいな状況は、普通はないからね。もう相手がノーガードでさ、もう死に向かってる時ぐらいしかないから、基本はないから、なんだろう。まあ、リミテだったらさ、終わるよね。リミテどうせ横にいっぱい並ぶから、そういう時には終わるけど、構築戦において結構重くない？でも、そうか。まあ、コストそうか。
なんか22とか11とかでもさ、まあ、結構なサイズになるから、そうね、まあ、5マナでこれ貼って、でこれあのそうだよね、常在的なやつじゃなくて誘発だから、複数枚並べたら、まあ、2倍2倍2倍ってなるわけじゃん。なんかまあ複数貼ってあっても損ないけどまあどういうデッキで使うんだろうな。なんかこういうオーバーキル系のカードさ、大体役に立たないような、ただエンチャントだからね、ちょっとあのまあ高級的に上がるっていうことで期待したいカードではありました。で次のカードで、次のカードがね、これイラスト結構ふざけてるカードで、クラッキングカウンターパートっていう3マナのソーサリーで、カエル以外のクリーチャーをターゲット取って、でそれのコピーがまあ11カエルで生成されると、だからまあ3マナでまあ超強いクリーチャーのコピーが生成できるんだけど、え、なんだろう、ソーサリーでしょ。え、なんか一番最初のインストラドにさ、大笑いの写し見って3マナで、まあ、別に制限なくコピー出せて、でさらにフラッシュバックついてるカードあったから、でさらにあれってさ、インスタントじゃなかったっけ。ちょっとそこ定かじゃないけど、なんかあれから考えるとさ、めちゃんこ弱くないこのカード、大丈夫。え、 なんか強み何、対戦相手のクリーチャーもいけること、それぐらいか。あー、ちょっと待って、これね、やっぱサイズが11ってなっちゃうと、まあ、いくら能力強いクリーチャーコピーしても、なんかよほどさ強い CIP とかない限りはなんか微妙な感じするし、しかもさ2色も使わなきゃいけないわけじゃん、シミックカラーを。なんか何とも言えないなこのカード。というわけで今日のレアのカードの紹介は以上で、で残りがね、まあ、アンコモンとかの紹介になるんだけど、まずアンコモン1枚目がね、運算無償がやってきましたね。そしてこの運算無償ね、超怖えのな、まあインストラードぶりに再録されたんだけど、怖えのな今回の運算無償。まあ3マナインスタントで確定カウンターと打ち消したカードを追放っていうので、まあめちゃめちゃ分かりやすい効果で、まあただねこれ当時めちゃめちゃあり方だったんだよね。そう、3マナで確定カウンターにおまけなしみたいな、その取り除きがさあのベースだった時代だったから、あの打ち消しでその追放っていうだけなんだけど、まあ、おまけがついてるっていうのでね、まあまあありがたかって使ったんだよね。でその後さ、テイロスでその打ち消して戦術1っていう、まあ、化け物が出てきたから、そっからね少しずつカウンターは強くなってったけど、これ当時はね本当にこれだけでも画期的だったから、結構ねなんか昔を懐かしむカード兼、あとまあフラッシュバックがある環境だからね、普通に構築でも使えそうなんで、まあ、これはね多分スタンダードとかでもよくお目にかかるんじゃないでしょうか。で次のコモンのカードがこちら、赤のカードで、赤 X インスタントでターゲットクリーチャーにプラ X プラゼロ修正とファーストストライクでトランプルと。おお、いいね、先制もつくのか。え、だから別に X イコール1とかでさ、まあ、戦闘一方差取りに行ったりもできるし、まあ、ド終盤だったらさ、そのあのトランプルつくからね、これでとどめにも生きるから、これリミテでかなり強くないかな。普通に X イコール1でね、その戦闘優位にも進められるし、終盤フルパワーで殴りかかって相手殺せるから、これもかなりいいカードだと思った。で次、で次がね、なんか謎の黒のエンチャントで、2マナで、ゾンビ、クリーチャーが死ぬたびに、まあ、22の、そのフラン持ちゾンビが出てくると。その代わり、一旦に1回しか誘発しないと。おぉ。なんかその、誘発条件緩すぎてさ、やばいだろうと思ったけど、一旦に1回っていうさ、なんかその変化球使ってきたな。一旦に1回か。まあ、複数枚あったらさ、まあ、1回の死亡でいっぱい出てくるけど、まあ、あんま悪さできないんじゃないかな。大体この手のってさ、連鎖してほしいから、ね、一旦に1回はね、さすがにちょっとその、サクリギミックとしても、なんか微妙な気がするので、まあ、なんとも言えないかな。で、次。で、次が、3マナ22で、摂氏持ってて、こいつが死んだ時にフラン持ちの22が出てくると。あー、強いんかな、弱いんかな。まあ、3マナ22で摂氏でしょ。なんか何かと相打ちできるプラス、もう最後に、まあ、1回だけ殴れる22が出てくると。てか、そのゾンビからゾンビが出てくるってどういうことなんだよ。こいつは、死んでんの、死んでないの、どっちなんだいっていうので、まあ、3マナ22摂氏がね、そんな悪くないってか、結構強いから、その最後に生えてくる22のさ、トークンがさ、フラン持ってるから、そこがね、気になるけど、まあ、古文だから、なんかリミテ的にはね、よく使うカードになりそうだと思いました。で、残りの、古文、アンコモンがマルチのカラーで、で、マルチのカードね、1枚目がね、こちら、そう、フェイスレスルーティングの白青バージョンっていうので、これビビったね。そう、フェイスフルメンディング。2マナインスタントで2点ゲインと、まあ、2枚引き2枚捨てっていうので、まあ、カード1枚使ってさ2枚引いて2枚捨てたら、まあ、このカード1枚失ってる分あるから、まあ、アドゾンなんだけど、まあ、手札をね、まあ、そのいらないカード切って、まあ、有効牌に変えられると。でフラッシュバックがあるので、でフラッシュバック使うと、まあ、一応最後は、まあ、2枚引いて2枚捨てるを、まあ、アドバンテージ使わずにやってるから、まあ、フラッシュバックの方はね結構いいんだよね。でその信仰なきモナサリっていう、まあ、赤1マナでかつてあったカードがあるんだけど、まあそれはね強すぎて禁止になったんだよね。だから今回、まあ、ゲインこそついてるけど、マナコスト重くなったけど、どうだろうね。フェイスレスルーティンがね、すごい強かったからね。だからあれが禁止になったことを考えると、まあでもね、2点ゲインぐらいじゃね、やっぱその1マナの重さはね、モダンとかにおいてはね、すげえきついから。
どうだろうな。あとその、まあ、このカードを、まあ、うまく有効するデッキが今んとこね白も青も絶対かませないんですよね。そうドレッジでね白と青なんかもうほぼ使わないから、だからね、まあ、このカードを、まあ、ドレッジが使おうと思った時にもうデッキがさめちゃめちゃ変な形になるからまあでもね、まあモダンでさフェッチ使える環境だったらさ全然まあ白青ぐらい出せると思うし、でしかもあのジェムマインとかも入ってるからあのデッキは、まあ、これを搭載したドレッジがねどれぐらいやれるかみたいなのねちょっと気になるよね。フラッシュバックもあるからね、なんかこのカードがでもこのカードがなんかドレッジで使われるのやだな。すごいさ綺麗なイラストじゃん、あんな汚いデッキで使われるのはねちょっとなんか 気がかりなところであるな。で次で次がねギサさんがあのなんか復活したい人を手挙げてっていうのでなんか俺っていうので挙げてるカードで、まあ、5マナでソーサリーでこのスペルを唱えるためのコストがなんだっけクリーチャーだってダイエットディスタン、このターンに死んだクリーチャー1匹につき、まあ、軽くなると、うん、まあ、3匹も死ぬことないから、まあ、大体1マナとか2マナ軽くなったらいい方だなっていうので、まあ、リアニメートはできるんだな。早い話がリターンターゲットクリーチャーカードフロムユアグラベアード、うん、そうだね。でフラッシュバックあんのか、おフラッシュバックすごいな。待ってフラッシュバックがねリアニに搭載されてるとさ、あの信仰なきじゃなくてなんだっけあれ、あの屈葬の儀式か、屈葬の儀式みたいなので、そのまあ釣り先を落とすついでにこのカードを落として釣ってくるっていう行動ができるけど、屈葬と違ってねめちゃ重いからそっちでは使えなそうだな、うん、軽くなる条件あるけど軽くなる条件がねちょっと達成不能だから、まあ、最安2マナでキャストできるけど、あでもあれか、そのあの条件達成してその生打ちフラッシュバック打ちっていうので、まあ、合計4マナで済むから、まあなんとかその単中にさクリーチャー5体死なしたら、そう5体クリーチャーが死んだら、まあ裏表合わせてね4マナで打てるので、そうやって使うのかな、なんかでもちょっと可能性ありそうだな。で次で次がこちら、うわ出ました、あのテキサスチェーンソーのパッケージみたいなやつ、そう悪魔の生贄のその前日端を描いたそうレザーフェイスっていうやつがあるんですけど、なんかあれのパッケージそっくりだよね。まあ2マナ22でクリーチャーサクるたんびに1点回復してスクライチできると、ほうでさらに1マナでクリーチャーサクると、まあ、プラニプラニ修正っていうので、そうだね、まあ、優秀なハスクなんだけどマナかかってんだよな、うん、だからざっこいクリーチャーをサクってこいつのサイズ上げて、まあ、殴れるわ回復できるわライブラリートップ見れるわっていうので強そうだけど、まあなんだろうな、まあ、構築用かな、なんかリミテッドで使うにしてはねちょっとそのサクリゲンをそんないっぱい用意できないから、あと1マナ無色かかんだよな、うん、やっぱサクリ台はさ、まあ、自身サクれないのはその最近のマジックのさあの常識的にもなんか俺も分かったところであるけど、マナかかるのはねなんとかしてほしいね。というわけであのヒューマンアサシンのなんか謎の人物でした。で次何これ、あこれレアじゃん、 Can't stay away、 猫がその餌我慢しろみたいなので、猫好きってめっちゃ多いよね、話変わるけど。俺最近なんかそのツイッターのさあのフォローしてくれた人のアイコン見たらさ猫めっちゃいんのよ。でその人見に行ったらさ猫飼ってる人多かったから、猫って実はそのマーケティング戦略においてめちゃめちゃ重要なんじゃない？で、まあそんな話は置いといて、まあ2マナでソーサリーで3マナ以下のクリーチャーを釣ってこれると。おう。で、もう一個なんかグラブヤードトゥーザバトルフィールド、いつゲイン、いつクリーチャーワーズダイ。あ、なるほどね。はいはい。え、あ、2マナでまあ3マナ以下釣ってこれるけど、まあそいつが死ぬ場合は、あの、追放されちゃうと。はい。え、なんかそれいる？え、別に釣ってこれでいいんじゃないの？まあで、あとフラッシュバックもあると。はあ、なんだろう、3マネ以下しか釣れないからさそんな制限かけなくてもいい気がするけど、まあそのなんか2回釣ってこれないと、でそれに加えてもフラッシュバックもあるから、まあまあアドはめちゃめちゃ稼げるね、あただ3マネ以下が、でこれレア、俺なんか読み間違えてる、バトルグラブヤードトゥーザバトルフィールドで It gains、 そうだよね、 If this creature would die、 うんそうだね、エグザイルインステッド、おーよくわからんな。で次のカードで、次のカードがアンコモのゾンビでディミニアカラーで23でアザーゾンビユーコントロールゲッツプライチプラゼロ、わかりやす、そのゾンビのロードで、まあ、タフは上がんないけど、あのこいつ自身のスタッツが優秀だね、23っていうので、おーそのゾンビデッキ今回組む際なんかは、まあ、青黒っていうのでね結構その色の縛りはきついけど、まあ、2ターン目に出てきてさこいつ23じゃん、もう2に止められないわけじゃんっていうので、まあ、先手が出したらさもう次からちゃんと2点クロックできそうだし、であの他のゾンビもでかくなるしっていうのでかなり優秀なロードじゃない。そうゾンビのロードでね、なんかゾンビのロードめちゃめちゃいるんだけど、なんかかなりシンプルなところで強さがまとまってていいなと思った。で次イゼットカラーのインスタントで Look at the top 4 カードデッキの上4枚見てソーサリーかインスタント1枚回収できると。え、だけ？え、弱くない？あ、フラッシュバックあんのか。え、でもフラッシュバックあってもさ
まあ、で4枚からさ、ソーサリーインスタントだけじゃん。で序盤に欲しいのさ土地じゃん。大体土地弾いちゃうのはねかなりきついよね。そうこの手のなんか青のさ、あの後続スペル持ってくる系のやつさ、絶対土地弾くから、あのやばい土地詰まりそうっていう時に何の役にも立たなくて、なんか打つか打たないか迷うみたいな時あるよね。あーでも待って、これさフラッシュバック軽いのが5マナか。あーうわ、ちょっとなんとも言えないな。なんか相当簡単にアドバンテージが稼げることだけ分かったけど、俺が気になるのはね、そうコントロールデッキよく使うけど2ターン目に土地がなくてこれがドローとして機能しないっていう、そのモヤモヤがねめっちゃ想像つくから、なんかそこが気になったな。で次で次はね、これ変身のグルールカラーの狼男で2マナ22で、アタックするたびにマナが出ると。であの戦闘終了してもそのフェーズでこのマナは消えないと、まあ、その代わりターン終了時には消えると。で変身すると33になって、あ狼男の労働になるの。ほうでアタックしてマナが出るっていうのは同じと。あれ待って、狼男の労働の2マナってアバブロックのあれ村長だっけ、町長だっけ、あいつとこれぐらいしかないよね。そう狼男のロードってなんかね変なのしかいなかったから、これ実はさ裏面むちゃ強くない。うん、まあその変身しないとロードにならないからちょっとそこきついけど、今回のねその狼男はそのあのあれなんだっけ、夜明かしとさ、じゃあ夜明かしじゃない、あの夜明けと日暮れがさちゃんともうあの達成されてたら変身した状態で出れるから、それ考えるとねこれかなり強そうだな。うん、なんか過去のインストラードの狼男とかもさ、こいつらのおかげで見直される可能性あるぞ。これちょっといいな。で次で次はね、また吸血鬼系のカードで2マナ22で威迫持ってると。でこいつが戦場出た時に対戦相手がライフを失ってたら、あの全部の吸血鬼にプライチカウンターばらまくと。でさらに対戦相手がライフを失ってたらこのターン出てくる吸血鬼の上にもプライチカウンター乗っかると。えこれ何の意味があるの。え別に出してからさこいつ出したらよくない。あ違うか、待ってこれ文章分かれてんのか、やば、待ってむっちゃ強いやんびっくりした。あそういうことね、出た時に全体ばらまきと、その後こいつが普通にも常在的に毎ターンのようにさ、あの後続にばらまくってことか待ってあんこもやばいだろ最近。はい、というわけで、まあ、一応今日のねあのインストラド真夜中の仮の新カード紹介でした。うわみんなまだいたのか、びっくりした。勉強熱心だね皆さん。まあ、せっかくいるんだったらね、今日は通常のカードに加えて、まあ、逃走したデッキのカードもね公開されてたんで、まあ、その逃走したデッキのカードをね紹介していこうと思います。で今回の逃走したデッキが、まあ、2個で、白緑の周回をテーマにした人間デッキと黒青のフランをテーマにしたゾンビデッキっていうので、まあ、構図は分かりやすいね、そのゾンビ対人間みたいので、まあ、雰囲気としてはね非常に分かりやすい感じにまとまってて、でカードもね結構強いんだよね。そう普段ねこの2個セットで出てくる逃走者デッキって、まあ、ちょっと弱めなんだけど、今回はねだいぶカードパワー高めなんで、えこれ全部収録されんのかな、ちょっとそこが分かんないけど、これ全部収録されんだったらね、その過去 の, その2セットで出てくる逃走者デッキの中では、まあ、一番クオリティ高い感じに仕上がってんじゃないのかな。というわけでまずはね、まあ、逃走者からね紹介していこうと思います。で白緑の逃走者がこちら、秋の君主レノール。秋の君主レノールは4マナ04で周回持ってると。で周回達成されてると、まあ、プライチカウンター乗っけて、カードが1枚引けると。これはね逃走者としてはね結構微妙かもしれないね、まあ、サイズが1個上がって、まあ、カードが1枚引けるっていうだけなんで、こいつがね全然そのゲームをね決着付けれるような能力を持ってないから、逃走者として使うよりかはなんか味付けとして普通にデッキに入ってる感じの、まあ、クリーチャーになるんじゃないかな。というわけでね、まあ、こいつはまあまあ微妙なあの性能で、でもう一個の逃走者が、腐敗の大ナタウィルヘルト。でこの腐敗の大ナタウィルヘルトは4マナ33で、あなたがコントロールしてるゾンビが1体死亡するたびに、腐敗を持っていない場合腐敗持ちの22になって出てくると。ああなるほどね。であなたの終了ステップ開始にゾンビを生き人に捧げてもよくて、サクったらワンドローができると。あというわけで、まあ、毎ターンゾンビを、まあ、そのサクる誘発でサクってドローして、でそれがフランになって帰ってくるっていうので、まあ、ただフランが死んでも帰ってこないから、まあ、その永久的にループするわけじゃないけど、まあ、一応そのサクリ台をね、まあ、あの常に用意しておけるっていうので、なんか他のギミックと組み合わせることで強いのかな。まあ、こっちの方がね結構現実的だね。そうゾンビはね割とそのなんかシナジー多いから、まあ、フラン持ちっていうので1回しか殴れないにしても、なんかあのゾンビがいっぱい生えてくるんだったら、まあ、その量でね相手を圧殺することもできると思うので、
まあ、逃走したクオリティで言ったら、まあ、ウィルヘルトの方が圧倒的に強いんじゃないかな。そう、レノールはね、周回達成してこのクオリティかっていうので、ちょっとね、こいつはなんか微妙なところではあるんだけど、そうだよな、周回達成してて初めてプライチカウンターを置いてワンドローだから、こいつ周回達成しなかったら04おばさんなんで、かなりね、こいつの方はね、使いづらいデザインじゃないかな。でね、今回ね、その周辺に来るなんかレアカードがね、これ本当にさ、デッキに収録されてんのかな？なんかカードとして強いのばっかなんだよね。うん、あとね、なんかもっと言うと、まあいいや、これ後で言おう。まあまずは白のカードから紹介しよう。で、白のカードがね、アバシンの記念碑っていうので、まあこれはね、まあかなり弱いね。これはね、そう、8マナで破壊不能で、まあ全体にそのアバシンの修正を与えるっていうカードで、まあだからアバシンはね、かつてその人間っていうか、その全体のパーマネントに破壊不能を与えてたんで、まあそれをね、アーティファクトになって、まあその据え置きっていうので、そう、アバシンと違って殴ることもできないし、で、しかも伝説はパーマネント限定だから、破壊不能を与えるところもね、だいぶ細いので、なんだこれっていうので、これはね、かなり弱いけど、まあ、ただアーティファクトになったことによって、まあ、その踏み倒す手段がね、豊富になったから、まあ、踏み倒しやすくはなったけど、かつてアバシンがさ、もう全部のパーマネントにさ、その訳隔てなくさ、破壊不能を与えて88で殴れたから、それ考えるとね、めちゃんこ弱くなってるね。同じマナコストでこれかっていうので、なんかアーティファクトの部分をうまいことを使って使おうっていうアバシンの記念碑でした。で、次。で、次がね、これサイクルで、なんとかの後継サイクルっていうカードで、まあ、フラッシュバックがついてるんだけど、そのフラッシュバックが逃走者のコスト分軽くなるっていうので、これすごいね、なんか化け方がだいぶエグいよね。その逃走者がめちゃめちゃ重いやつだったりすると、すげえ軽くなるので、まあ、このサイクル共通で結構ね、可能性はでかいね。で、この白の光景は、5マナ操作リーであなたがコントロールしてるクリーチャー1匹につき11が出てくると。だから結構弱い。結構弱いけど、まあ、フラッシュバックがまあ10マナとバカ重だけど、その逃走者のマナ分軽くなるから、まあ、最安2マナになって、まあ、横にいっぱい並べて、まあ、ズドンってするデッキにとっては、まあ、結構横に並べやすい感じには仕上がってるんじゃないかな。そうね。だから今回このサイクルが出てくることによって、なんかめちゃ重系の逃走者とかがね、ちょっと見直されると思うから、まあ、そこで使うのかな。ちょっとね、まあ、栄光の光景はね、まあ、メカニズムは強いけど、ちょっと効果が微妙かなっていうところだね。で、次。で、次がね、欺瞞の光景。3マナソーサリーで、俺がコントロールしてないクリーチャー2体のコントロールを、まあ、交換するみたいな。うん、そうだね。だから、まあ、対戦相手にしか、なんか影響は起きないけど、まあ、勝手に相手がね、なんかその、戦ってくれるような構造を作れるので、まあ、なんか自分が動くんじゃなくて、相手を動かして戦うみたいな。なんかそういうね、なんかテクニカルな戦い方をしたい人にはね、まあ、最適なカードだね。で、まあ、フラッシュバックが10マナと激重だけど、まあ、逃走した分軽くなるから、まあ、これでなんかね、うまいことをなんか神様にでもなったつもりで、なんか対戦相手の戦場さ、なんかうまいこと調整してやることによって、結構ね、激化していくこともあると思うので、まあ、欺瞞の光景結構いいね。なんか最近逃走したレジェンズで、まあ、3マナのインスタントで同じようなカードだったけど、まあ、2回打てるとなるとね、だいぶ違うからね。まあ、そこに期待したいね。で、次。で、次、黒の光景、戦慄の光景、3マナのソーサリーで対戦相手1人を対象として、で、そのプレイヤーは自分の墓地にあるクリーチャーを1匹、その俺の戦場に差し出さなきゃいけないっていうので、そう、リアにするクリーチャーは相手が選ぶんだけど、その選択肢がなかったら、まあ、必然的にめちゃめちゃ強いのがこっちの戦場来るから、まあ、3マナのリアにとしては相当強くないかな。で、まあ、このサイクル共通のフラッシュバックが10マナだけど、まあ、そのマナコスト軽くなるっていうのがあるので、そうね、この戦慄の攻撃は結構強いんじゃないかな。なんかその南泥みたいなクリーチャーいてさ、まあ、相手の墓地うまいこと調整できたら、まあ、そうやってもう、なんか釣ってくるやつ1個に選択してもいいし、で、それに加えて、なんだろう、なんかまあ、除去して、まあ、相手の墓地にそれしかないからそれ釣ってくるみたいなこともできるから、戦慄の光景はね、これかなり強いなと思った。そう、今回ね、このフラッシュバックがね、10万だとめちゃ重いけど、 X 軽くなるっていうのがね、かなり期待高まるポイントなんで、これをちょっと使ってね、なんか体験してみたいよね。で、次の光景。で、次の光景はね、威圧の光景。威圧の光景は3万のソーサリーで、まあ、クリーチャー1匹の上にプライチカウンター乗っけた後、プライチカウンターが倍化するっていうので、これね、これが一番、なんかだ、今回一番シンプルに強いんじゃないかな。そう、プライチカウンターがなんか大量に乗って出てくる系のクリーチャーとかが、もうまんまサイズやばいことになるから、そのライフ40ある逃走者戦でもワンパンで相手沈められるカードになりかねないし、で、しかもフラッシュバックもあるわけじゃん。これだからね、プライチカウンター式に出てくる逃走者とかがすげえ跳ねそうなんで、これすごく強くないか。うん、俺こいつが今んとこね、一番なんか欲しいなと思ってるカードで、で、しかも多分使ってもね、相当強いと思うから、これがなんか目玉になるんじゃないかなと思っております。というわけでね、まあ、光景4個紹介したわけなんだけど、赤の光景もあるのよね。で、赤の光景ってさ、今回逃走したデッキがさ、白、緑、黒、赤しかないのに、じゃあ黒赤じゃないわ、黒、青しかないのに、どのデッキに入ってんの、このカード。っていうので、ちょっとこのね、赤のカードがね、どういう風に収録されてるかが全くわからないので、
まあ、知ってる方いたらね、よかったらコメントください。でこの赤の光景が喪失の光景、4万のソーサリーで各対戦相手はアーティファクト1個サクらなきゃいけないと。でそのサクった数1個につき、まあ、とあの宝物が出てくるっていうので、まあ、逃走者戦はね、絶対あのアーティファクトをまみれてるから、まあ、何かしらあの失わせることはできるんだけど、まあ、ただ逆に言うと何かしらっていうので、まあ、めちゃめちゃ弱いのとかさ、いらないの探られる可能性が高いから、結構ね、あの序盤に打たないとなんかしょうもない、もう究極宝物探られて終わるみたいなこともあるので、だからね、あの、まあ、序盤に打つとすごい強いけど、まあ、終盤に打つとなんかあんまり仕事しないかなっていうので、まあ、ただ終盤は終盤でね、なんかその全体ディッチャーみたいなので、まあ、アーティファクトがリセットされてる可能性もあるから、まあ、そういう時に打ったら強いと思うので、なんかフラッシュバックもね、なんかそういう盤面では機能しそうだから、喪失の光景もね、ちょっとなんかあのいいカードだなと思いました。で次のねレアカードで、待って以上かな。あ、で、あとね、赤の呪いが1枚あるわ。この赤の呪い、どこのデッキ入ってんだよ。というのでさ、今回さ、まあ、今も説明したけどさ、白、緑、青、黒なわけじゃん。赤のカード、どこから出てくるの？で、最後のカードが執着の呪いっていう5マナのオーラで、で、呪いオーラと。で、呪われてるプレイヤーはドローステップ開始に追加でカードが2枚引けるけど、あの終了ステップに手札を全部しなきゃいけないと。これなんか俺に貼る呪いじゃない？どっちかっていうとさ、ハンド失ってても2ドローできる方が美味しいと思うから、執着の呪いはね、まあ、対戦相手によってはさ、あのまあハンド持ちたいデッキとかはさ、そのカウンター構えたいデッキとかにとっては結構きつい呪いになると思うけど、基本的にはね、自分に貼ってもうガンガンドローしてガンガン使っていくっていうので、まあ、自分に貼るもよし相手に貼るもよしっていうので、まあ、どこに落ち着くかがちょっと分かんないけど、まあ、結構その多様性があって、まあ、好きなカードでありますね。というわけで今回のまあ逃走したレアが今のところ公開されてるのはこれだけだけど、まあ、もうちょっと出てくるのかな。そう、アンコモンとかコモンとかにもさ、何かしらあるかもしれないので、まあ、一応レアがこんな感じと。で、まあ、個人的に一番いいなと思ったのは、まあ、この緑の光景だね。なんかプライチ式逃走者とかがかなり跳ねそうなんで、で3マナでさ倍になるわけじゃん。これちょっと強いよな。これかなり期待したいね。はい、というわけでね、今日のカード紹介は以上になります。いかがだったでしょうか。まあ、だいぶね、なんだろうな、そう、逃走したカードもあり、通常の収録もあり、さらに通常の収録でさ、その変身カードで裏表ありっていうので、今回のね、カード語りはね、なんかいつもよりもね、すごい長く感じそうなんで、なんかうまいこと調整してね、語っていかないと、なんかいつまで経ってもさ、動画が仕上がらなくなりそうなんで、まあ、そことかもね、考えながらやっていきたいと思います。で、まあ、今日の動画がね、面白かったなと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あとコメントとかもね、よろしくお願いします。それじゃあ、まあ、今日から月曜日なんでね、またあの公式のプレビュー始まると思うので、まあ、期待高まるカードが出たらね、まあ、すぐに動画に仕上げるのでチェックしてみてください。それじゃあ皆さん、また明日お会いしましょう。さようなら。